パンネルがお送りするクラッシュバンディクープをとんでもマルチバース続きをやっていきます。では今回のステージドクヘドロトンネルやってみたいと思います。普通でいきます。いよいよね、予定では最終回です。ここのステージと次のステージをクリアすれば多分ボスコルテックスになるんではないかと踏んでおります。まあ、まずはね、なるべく早いところこの2ステージをクリアしたいんですが、まあそうもうまくいかんでしょうと。まあ最後のエリアだけあってすごいむずいんでね。なんだここ暑いのか、今クラッシュが暑そうにしてました。なんかビーム出そうだな、あれなんで後ろに箱があんだ。これ上は特にないよね。これ当たるとやられるとかじゃねえよな。よし、あーまたあのネズミか。この辺はあのネズミが出るんかな。シールド前に構えんなよお前ら。よいしょよいしょ。でなんか回ってんだよね。なんだ、よりにもよってどうしてバンディクを選んだのだ。最初の予定通りウォンバットにしておけばよかった。ウォンバット何の予定なの、これは。待ってね、これいいんだよね。乗れるのかな。あ、乗れる乗れる。乗って上になんか、あ、箱あんな。これ後ろになんかあった。いや、やめとくか、 見るのね、ちょっと怖いから。危ない、これこの先は何も行けない。あ、しまった余計なことをやったな。待ってね、後ろに箱があってネズミはスライディングでやっちまった方が早いんだよね。よいしょ。まあ、前にあのトゲトゲシールドやる場合があるんで、その場合はちょっと気をつけないといけないけど、よいしょ。あ、こっちに、よっ、あぶね。で多分今ので箱が現れた。 OK でこのネズミスライディン、こいつ大丈夫かな、スライディン。これはやばそうだね。よっよっ、待ってね、箱を壊したいんだけど意外となんとかなってる。あ、熱そう熱そう、危ねえ。いや危なかった今。ネズミは無視しましょう。これは、あった。いや、リンゴ取れるかスライディングでもいけんのかな。危ねえな。でチェックボックス全然ねえな。これ待って、左に移んないといけないのか。一回ちょっと時間を稼いで、よいしょ。なんか一個だけタイミングがずれてる。ネズミ、あー危なかった。上に何の箱あった、あれ。よいしょ、これ開いたけど大丈夫。これは忍者走りだけど下手するとトロッコに当たるな。よいしょ、よし、なんとかなってる。上に何もない。なんかこの先ニトロだけど、あれどうすんだ。壁走りして箱壊してニトロに当たんないようにしないといけないのか。よっ、まあまあまあ。でこれどのタイミングでいけばいいんだ。こうか、あ、あ、あぶねどっちこれ。よっ、よし、なんとか1個目のチェックまでいけた。なんだこれ、コルテックスかなんか出る。カラーダイヤを全部見つけると開くよ。うわーこれもしかして過去のコルテックスと会えるとかかな。ちょっとわかんないねこれ。ごめん、多分ね動画内でできないので、ぜひね皆さんご自身の目で確かめてみてください。ちょっとこう言うしかねえわ。カラーダイヤ全部って本当にやばいからね、難易度多分。よっ、お、連続でいったな。でここはなんだ、1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 これいけんのか、大丈夫だな。よいしょ、いやこれ難しいといえば難しいが、焦らなければ。あー、なんでネズミあんなとこいんの待ってね、よいしょ、意外といけんのね。
ちょっと下の箱、あ、でもチェックボックスあったからいいか、やるか。よっ。大丈夫でしたね。よいしょ。破壊して、うわー、なんか電気が。でもあの高さはクラッシュ大丈夫だと思うんだけど、しゃがんでいく位置を。ちょっと待ってね。あ、またチェックボックスだ。ここまでアクアクがねえんだよな。TNT 踏んであれにぶら下がんないといけないのか。よいしょ。ネズミ。あ、潰しちゃった。これしゃがんでいけば大丈夫。この先がわかんねえ。あ、あれがあるのか。待ってね。TNT。よし、OK。で、なんか、おお、なんだ、火出んのかよ、これ。え、あそこだけかい、火出んの。ここ出ないよな。あ、出そう。あー、危ない。これ、こっからどうすんだ？こっちか。あ、てい。これも火出るかな。大丈夫っぽい。あ、ここは出る。はい、チェックボックス。なんとかいけてますね。で、カマキリ危ねえんだよね。電気走ったら行って、危な。下手に箱壊そうとしなければ、あれ意外と今踏んだよね。あれ球体の上はなんとかなるんか、あれ踏んでも。やってしまってますね。ビリビリビリーで急がないと。よいしょ。よっよっ。飛びます。電気ビリビリ。よいしょ。さあこっちに来た段階で乗って、これは OK。 ダッシュして、でビリビリはちょっと離れます。よいしょ。でここはアタックで乗って、この箱を壊すかどうかは私次第。 OK。 アクアクを使わずに行ってます。危ない。あー、チェックボックスあった。これは私が死にすぎたからここにできたのかな。ボーナス。上に箱あんだよな。いや、これもやばそうだな。ここでアクアクを使いたくはないんだが。電気よっ。よし、 OK。 あ、やば。あー、そっか、 TNT で壊しちゃったらダメなんだよな。危ない。待ってね、あれ火出るやつじゃん。おーおー。あー。このボーナスは無理だな。よし、行こうか。なんかネズミいるし、ネズミいるとこといないとこが分かれてんだな、これ。よいしょ。これ上行けんのかな。行けるわ。よし。あら、あ、こっち行けねえんだ。あ、だからここはここで急いで行かないと。よいしょ。待てよ待てよ待てよ。ここでこう行って、おー、挟まれんのかい。しかもごめんね、あの奥側に待避所あったわ。いやー、見逃してたな。もう一回上乗りたい。よっ、行った。よし、アクアクを取って、ちょっと待ってね、ここじゃなくて降りて待避所を使って、よいしょ。で、あぶねえ。でここは乗って、あぶない。うえうえうえ。よし、 OK。 で足場があるから、ちょっと奥側にリンゴあるのが気になるけど、これ火だな。あ、火が危ねえ。ここも火だ。よし、ここも火だ。うわ、危なかった。待って、これ TNT 下にあんじゃん。これどうすればいいんだ。よっ、こうやるしかねえのか。よいしょ。いやー、これタイミングミスっただけでアウトじゃねえの。よいしょ。これ火出るでしょ。ちょっと待ってね。よし、
なんだこれ、どこ行けばいいの、トロッコか。どうすればわしだと信じてもらえる。母親の名前はシャロット。子供の頃のシャロットはギョロメの石ころ。好きな食べ物はバターヌードルのバター添えだ。ああ、あの過去のわしの日記のパスワードを変えておけ。盗み見されてるぞ一切信じないね、昔のコルテックスは。今の未来のコルテックスよね。なんかめっちゃ速くなかったこれ。あー待ってー、戻れるかまあチェックボックス入ったからいいけど、よいしょ、よ、これめっちゃ速いから乗っちゃうとやばいんだな。よいしょ、 TNT。 え、待って、これこっち来る、来るな。よいしょ、あっちの箱を1、2、3、4、5と。じゃあ TNT を踏んで早いとこ来てくれ。よいしょ、あっそう、あっそう、ネズミ。ギリギリ大丈夫だった。これ植え替え、あいや過酷過酷。じゃあここもボディープレスでやってみますか。ドーン位置悪かったな。よいしょ、ボディープレス破壊して TNT。 いやー流れ作業になってきた。3、4、5、あんま良くない流れなんだよねこれ。よし乗って1、2と。であれ、これやられるあれが分かんねえんだけど、多分火食らってんだろうけど、火のエフェクト出てねえような気がするんだけど。よいしょ、出てたんかな。1、2、3、4、5、えい、よいしょ、あんま時間かけんなよってことなんでしょうねと。いきます、よし。でここも危ないから、よいしょ、いきます。でこれはじゃあここの正面まで来るってことね、箱は。ドン、よし OK。 でこれは乗ってコウモリ倒して、こっちに乗っていいんかな。あ、こっちでもいいか。やられたな。よっ、よし OK。 で危ねえ、ちょっと見えねえな。よいしょ、あーあああ、アクアクいたんかい。ちょっと待って、もうちょいでゴールだから。よし、いやーなんとかゴール。やべえ、もう20分かかってるわ思いのほか箱壊してないね。結構見たところの箱壊してたと思うんだけど、あれか、あのカラーダイヤ行ったところとかボーナスステージもっとあったんかな箱。まあでも無事クリアしたので、次にじゃあココにしますね。待ってね、キャラチェンしてコルテックスのお城ですね、ここのステージいきます。あ、いよいよ城に潜入して奥まで行ったら、あとボス戦みたいな感じだろうな次のステージが。いやこの動画内でいけるとは思うんだけど、1時間動画になっちゃうなこれこのままだと。さあ行きましょう。なんかもう目の前にネズミがびっくりしてますけど、これ待ってね、手前何もねえな。これあー、これ難しいんだよな、頭混乱すんだよ。どういうことなのこれ。迷宮秘密の通路だらけだからな。これ2回トントンってやんないとダメか。よし、よし、なぜそれ、なぜそれ、待ってね、これ消えちゃうよね、消え、あーそういうこと、待ってね。よいしょ、で上レーザーよっ。うわ混乱するな相変わらず
え、どうしよう、頭やばいこれ。いける気がしねえな。これ待ってね、透明っていいんだよね、私のこの今の生き方でいいんだけど、よいしょ、でこっちまで行って戻り際こうか。箱取ってる余裕は全然ねえ。これはこうか、よし。あー待って、すげえ使わされる。うわー、バグが、バグというかまあカッターだけどね。よいしょ。でネズミがまだいるな。これはなんかやってくんのかあいつ。なんかやってきそうだったが、これしゃがんでればいけんじゃねえの。ダメだった。多分こう頭のこうてっぺんあたりがちょっと切れたかもしれないね今のは。よいしょ。あのサーファー何やってくんだろうね。まあやらせねえけどな。じゃあこのカッター自体もまたよっ、いいのかいこれで。でここはニトロ、やっちまった、火出てから止めちゃった。カッター行って止めて、止めてネズミより先に、でカッター行って、危ねえなこれ、乗れんのかあのカッター、もしかして乗れそうだけどね。てか乗んねえといけねえのか、やべ、乗ってそういうこと。なんか落としてきそう。あ、来た来た、こいつら何やってんだ。何このカッター、どの位置で乗るっつうの。ふっ、ここで乗っていけるよね。よし、よいしょ。いやボーナスステージを見るだけもう本当に無理だから、こんな絶対無理よ。爆発するでしょ。これニトロ地帯、よいしょ。うん、ごめん絶対無理だ、やめとこう。すでにここでもやべえのに。これだっていけんのか、行ったな。よし、終わりかこれは。待ってね、よっ、よいしょ。盾持ちがいたな今。よいしょ、待って一回戻ろうか。あーでも戻っちゃったらいけないんだこれ。あーむず、待ってね。でこれでこういくしかねえんだ。あいつどうすんの。そういうこと、落としていいのかい。落とすしかねえんだけど、あ、なんで。なんでスライディングした今。ちょっと入力入ってたんだな。よいしょ。ここ多分ね地味にむずいんだわきっと。なんかすげえ越せるようで越せないんだわ。よいしょ、よっ、アタック、よいしょ。だからもうこれ普通にいけんでしょ。あ、危ない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 、ちょっと暴れないで。よいしょ、よっ、よっ。でこいつはまた落としちゃえばいいから。あいつトルネードしてない時はあれなんだね、剣振ってこようとするんだ多分。一応これでいきますか。よっ、いった、危ねえ。ちょっと後ろの宝箱無理だ。これ逆さかい？逆さは、ちょっと待ってね。これどうなってんの？あ、上に行くんだ。あー、これやばいかもしんない。待ってね。あれ、行っちゃったらもう戻ってこない？え、そんなわけないよね。上行って多分ぐるんって回んないといけないんだな、ここで。うわ、どこまで上行ったん？あれ。
途中で待ってね、考えさせてね。逆さ逆さになればいいんだな。逆さ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 やられた。アクアクいて助かったけど、あ、そういうことか。あれ、いやー難易度鬼だろ。危ねえ。よいしょよいしょ。あー、これは待って、自動アクアクねえと無理だな。よっよっ。あー、でも2段ジャンプ一応できんのか。で、ここでちょっと赤く使う、使わざるを得ない。 TNT、 ここも同じか。あ、ここはでも、あ、壊しちゃダメ、壊しちゃダメ。あ、もう行くしかねえ。危ねえ。カッターが出てる。これはまず上か、こっちだろ。下はしゃがんでればなんとかなるパターンなのか、そうじゃねえのかがわかんねえ。乗れた。あ、待って。あ、嘘だろこれ。アクアクワープ使っちゃダメよ。よいしょ、ちょっと待ってね。で、逆さ、次アクアク取ったらもう無敵なんだけどな。よっよっ。あー、食らっちゃった。で、ちょっと時間待って、よいしょ、えい。ここはどうせだからアクアクあってもしょうがねえから踏んで、よいしょ。あ、チェックボックス入った。ここででもチェック入っちゃうとさ、よいしょ、やられた。うっうっ。これ乗ってけばいいのか、もしかして。あ、乗れねえじゃん。乗ってけー。あ、あー、最後。でもまあ生き方はなんとなく分かったぞ。もう行っちゃえ。よーいしょー、やられてるダメだ、うまいこといかねえ。どう考えてもこれ乗れるよね。一回避けるか。ああ、ダメなんだ、乗るのもアウトか。よっ。ああダメだ、タイミングがむずい。行くぞ、よし、走れ走れ。これジャンプで越せないよね。あ、タイミング。待ってね、一回避けて。よっ。いやー、こんがらがってんな頭も。なんか大丈夫な時と大丈夫じゃない時パターンがあるのはこれなんだよ。うまいこと言った、避けとこう。避けとくんだけど、これ逆だよね。逆で待って、落下速度が速い。よいしょ、待って、一回待って待って待って、行く。よっよっ。うー、いったいったいった。で、避けて、ここどうすんだっけ。ここはこうやっていって避けて、ここは逆さになっ、あ、あ、あ、混乱してる。よし、大丈夫だろう。よし、行った。ここでチェック入んねえのが、あ、奥にある、あれブリオってやつだよね。ブリオっていうのがなんか落ちてきたな。でもまだチェックか。ここ、これはクラッシュが。待ってね。もう知るか。これはこういうことか。待ってね。おお。嘘。やべえだろ。どう考えてもやべえだろここ。アクアクあるから。でもこれ逆なんだよね。逆。よっよっ。一回やられる。よし。よっと言ってよっと言ってよっ。無理。これ多分でもクリアできればゴールだろう。地獄だけど。よーいしょ。よーいしょ。あ、ダメだ。待ってね。ちょっと落ち着こう一回。
TNT のとこは。よっ。TNT 一回落ち着いて、よっ。で、止めて、逆さのとこまでなんとか行かないといけないの、あれ。よいしょ。落ち着いて、あ、やっちゃった。待ってね。ジャンプしてから回転しないと。よいしょ。落ち着く。よっ。よいしょ、待ってこの先も控えてんだからさ。よいしょ、落ち着け。よっ、よいしょ。これね、うまいこと乗れねえこれはまだまだ多分死ぬな。よいしょ、落ち着け。よいしょ、よいしょ、乗ったな。乗って逆さになって、うわっ、これ鬼だなよいしょ、落ち着け。よいしょ、おいしょ、おいしょ。逆さ間に合わない。仮面ゲットのタイミングが遅れるとやばいな。よっ、よいしょんでいって、逆さになって、これ避けれるか。避けちゃえば楽だよね。あれ戻ってくるのかな、あれ。戻ってきたけど大丈夫、 OK。 これ取ってすぐあれか、待ってね、うっ分かんねえんだって。まあでもそういうことだろう。あ待って、そういうことね、動き出すのね、言ってそれ。むずい。よいしょ。いや、デス数がついに50到達ですよ。これは、史上最強の難易度ですね、私の中で。よいしょ。ちょっと待って、上に行って、あ、行けなかった。いやー、あ、いや、やべえ、こんなとこで赤くを。あれっていうか、赤く、ダブル赤くになってんな、これ。こんなことある？死にまくるとそうなんだね。よいしょ。でも2個アクアクあればもう余裕でしょうって思うんですが、ここは即死エリアがあるので、よっ、そううまいこともいかないんですね。よし、じゃあイカイカを取ってここでチェンジで、あ、やられた。お、なんだ。よいしょ。でここはこれを使ってイカイカを使うしいやー、つらかった。いや、デス数50超えたわ。いや、全然箱も壊せてないけど、まあいいだろう、クリアできただけ。続ける。いやー、もう本当に一番難しかった今までで、クラッシュの、クラッシュ4、これの絶対これもうね、ほんとクリアできない人マジでいるよ、ここ多分。でここはタイムラインでしょ。ちょっとタイムラインはやらないのでダブルなトラブル。これはコルテックスと偽の、あ違う、昔のコルテックスと未来のコルテックスがなんかやんだろうね。はい、じゃあいよいよ行きますか。ラスボスだと思います、コルテックスの野望、スタート。いやー、ここの前のステージがとんでもなく難しかったから、ボスもむずいのかな。今まではね、結構ボスは爽快感がある感じで進めてたけど、どっちのコルテックス、これ捕まってる方、左側、どっちわしがここまで頑固なんて信じられるか。あ、これ未来か。もちろん。お前を作らぬよう、わしを止めねばならん。だがわしを始末すればわしが死ぬ。したがってわしがお前を倒さねばならんのだ。結局ねさあやりましょう。あー、仮面が4つ出たよ。何これ、なんだ、乗っとけってか。シューティングマシーンに乗ったのか。どういうこと、何なの、シューティングマシーンって何なの。危ねえ、どういうこと？
あ、危ない。待ってね、なんかすげえ操作がしづらいんだけど、これ壊していけばいいのか。どこがなくなるの。助手、手を貸すのだ。あっちか。なんだ、なんかやってる助手が。ダメージ入った。さあ負けを認めるがいい。何、君は何をやってくるんだ。なんだい。お、危ねえあれ消えてんだ床が。まあまあまあ、分かれば。シューティングマシン、これシューティングマシンは消えないよね。よしよしよし。ただ足場がなくなるでしょ。足場がなくなるわけではない。 OK。 ちょっと体力ありすぎませんかね。どっかででもセーブされてんのかこれ。よいしょよいしょよいしょ。戻ってくるでしょ。しゃがむ。で次はジャンプ、しゃがむ、ジャンプ。次はなんだ。イカイカ。ああ、ひっくり返るのか。ひっくり、うわ、おお。だどっから、ひっくり返ってからね。あ、これは大丈夫ですねジャンプしてしゃがむ。赤はジャンプしないとダメなんだ。ジャンプ、ジャンプ、しゃがむ。あ、待って端っこいれば1個キャンセルできるのかこれ。でジャンプ、しゃがみ。確かジャンプ、ジャンプ、しゃがみ、ジャンプ、しゃがみ、ジャンプ。え、ジャンプ、ジャンプ、しゃがみ。どうなるどうなる。ジャンピングマシーン。よいしょ。あ、危ね、あ、危ね、危ね、危ね。よいしょ。 OK。 ジョシュ、ジョシュ、ジョシュ。よいしょ。半分まであと1個か。これは時間遅くするやつ、遅くするやつだけど。待って、ちょっといなくならないで。ゆっくりだ、ゆっくりだじゃねえんだよ。こっちいればいいのか。ゆっくりだ、ゆっくりだ。走ってればいいのか。ああ、やべ待って輪っか見てなかった。うわ、だから焦んなきゃ。あ、でも焦っちゃうかもしんねえなこれ。でこれ避けて踏みますよ。よいしょ。あー、でもさ、これはここにいるしかねえな、来るまで。まあ避けてりゃいいんでしょ。ゆっくりだがどのタイミングで速くなるか分かんないけど、速っ。よし、急げ急げ。危ねえ。あ、これは結構むずいかもしれんな。いける。よいしょ。オッケー、助手。どこに出る。あっちか。よいしょ。やっと半分。これはトルネードね。どうなる。どういう風になんだこれ。ああ。危ない。待って、ジャンプできなかった。これ普通に踏めばいいだけか。来い、出るとこ分かってんだよ。信じられん、信じられん。こっちも信じられんわ真ん中からやんねえ方がいいのかな。よいしょ。3、なくなるよ、なくなるよ、なくなりますよ。3、なくなりますか、なくなりませんね。よし、1、2、3、やめんか。 OK。 助手どこに出る。こっちだろ。よしえ、まだ来る、まだ来る。やられた。いっぱい出てきたね助手今。まあいいさ。1、2、3、1、2、分かっちまえばさ。危ない。1、2、3、
あ、しまった、タイミング悪かった。順番大事だな。ここね。1、2、3、2、3、1、2、3、急げ。よし、1、2、3で、助手がこっちに来るでしょ、まずで、あ、やれなかった、やれなかったの、よいしょ、危ない、あー、食らっちゃった。めっちゃ助手出てんじゃん。これやれば終わりだな、多分。助手なんかめっちゃ数出てたから、1、2、3、あ、そうだ、3で、1、2、3、急げ、よいしょ、1、2、3で、助手を叩く。一体やった、出てくるとこが分かっちまえば、よいしょ、よけて、あー、食らっちゃうな、あれはスライディングか。いくぞ、1、2、3、あ、あれ、なんで、3、1、2、3、1、2、3、ちょっと危ないよこれ、レーザーも来る、1、2、3、よし、女子来い、1体やる、2体やる、で、ちょっと焦らずにレーザー時間との勝負か、これは。いくよ、1、2、3、よいしょ、1、2、3、1、2、3、よいしょ、あ、これレーザー食らう、あっちの奥まで飛べっかなと思ったけど飛べないのかな、1、2、3、よいしょ、1、2、3と、1、2、3と、焦らなければ大丈夫、1、2、3と。で、助手倒す順番が大事なんだな、これ。こっち行って、こっち、あれダメだった。ちょっと近すぎたね、今のは。1、2、3、よいしょ、1、2、3、ちょっとボスのとこもカットになってっかも、2、3、よいしょ、いくよ、1、2、3と。で、助手がこっちにまず出る、倒す、次こっち出る、待ってね、あっち出る、スライディング、そうはやられねえよ、 OK、 倒しました。こんなはずでは、箱、これは当たりどころが悪いやつじゃない顔がサムネに使いたい顔してた。あ、これ解放するのか、おるから。うん、頭をガツンとぶつけたようだな。しかし敵が倒れておるということは、わしが勝ったということだな。まあ、そういうことかな。クラッシュがわしの部下になったら、お前が最初の餌食だ。ついにこの時が来た。急げ、ボルテックスに入れろ。デスナコンテッツ様、ボルテックスはまだ完璧では。あ、なんかやりやがった。また失敗だ。残念。捨てろ。わしをどうする気だ。あんたにおとなしくしててもらおうかね。どっか遠くの次元に飛ばしちゃおう。宇宙の果てを楽しむ。宇宙の果て。なんか途中で映ったクラッシュはすごい最初のクラッシュっぽかったね。デリシャスの D ね。
なんで急にディンゴダイル出たんだ。あ、コルテックスが一人で。ようやく平和だ。これでいいのかい、平和って。こっちも平和だね。なんだ、クラッシュレーシングか。なんだ、アクアクは何を見たんだ今。これは何、あの海外版の声優さんかな。インメモリーオブメルウィンクリーかな。このゲームはフィクションです。実在の袋ネズミ、シャベルマスク、リンゴとワニのハイブリッド、頭の大きい悪の科学者と似ていたとしても、それは偶然です。偶然。いかのが怖い人は、このゲームをするべきではありません。リンゴ、クラッシュ、別の次元、動く足場、動かない足場、続編、ぐちゃぐちゃ音、ぴょんぴょん音、そしてアイテムコレクション。昔流行ったゲーム、タイムトラベルの理解、命令ばかりする偉そうな大人、何を食べるか決めること、車を止めた場所を覚えておくこと、すぐ痛くなるお腹、マネクーと彼らの食料、増え方、欲しいものリストと靴のサイズを持って。これ待って、めちゃくちゃ言うじゃん。おばあさんに聞いてみましょう。おばあさんがバンディクーを知っているかは分かりませんが、あなたの声を聞いたら喜ぶでしょう。リンゴダイルの料理は、次元への追放、リンゴ風、おでき、ランダムなテレポート、大事な会議中我慢できずに子猫のようにニャーニャー泣いてしまう症状を引き起こします。このゲームの作者は、何があってもレストランには行かないよう警告します。このゲームを黙って公開、配布、コピーするとものすごく心を傷つけることになります。そしてあなたが我々を傷つける理由はないはずです。今まで優しくしてきたでしょ。似合っていない髪型を褒めたり。クラッシュバンディクーのゲストは始まりのビーチリゾートに泊まっています。柔らかい苔が生えたただの丸太です。丸太じゃ眠れないですか。王様失礼しました。朝食もアリの山盛りじゃなくモーニングセットがいいんでしょう。何をしても満足しない人はいますからね。少しお待ちください。はい、落ち着きました。このゲームの出来事は 100% 事実に基づいています。気に入らなければ夢ということで。夢ということで。待って、これ普通ってさ、スタッフロールのとこってなんかこういい音楽流れんじゃないのかな。まあ、最初の説明はいいとしてさ、なんかすごいこの音が。はい、ということで、まあクラッシュバンディクー4とんでもマルチバース、これで一応クリアになりました。まあ、多分ね、他になんだろうね、まあ私もちろんダイヤとかも全然集めてないですし、完全クリアはまだまだ程遠いんですが、ちょっとね私の腕ではできない感がすごいので、まあその辺はね、ちょっと皆さんちょっとできる方は頑張ってみてください。あとはそうだね、タイムラインとかもちょっとね、実は出てる分あんまりやってないので、まあ面白いと思うんで皆さんね、ぜひやってみてください。いや、ちょっとね、最後のあのボスエリアの、ボスエリアじゃない、ボスステージの前のステージでもう心が折れたんで、ちょっと当分はクラッシュいいかな。いや、ほんと難しかった。でもクリアできてよかったです。まあでも、なんだろう、何回もデスを繰り返すとアクアクがつくんで、それのおかげもあったけどね。ちょっとごめん。はい、失礼しました。喉がね、もうちょっと喉もやられてますんで、じゃあちょっとこのままスタッフロール流させていただきます。
はい、ということでスタッフロールも終わりましたので、またマップに戻りますかね。ちょっとね、あのスタッフロール乗せてるかどうか、あ、待ってね、トリプルスピンが解除された。走ってる時に四角四角四角を押すと攻撃範囲が広がってスピードがすごく速くなるよ。タイムアタックで試してみてねと。ほうほうほう、とにかく進もう。他にもたくさんやることがあるよ。記憶のかけらのテープを集めたり、見た目やカラーダイヤ、タイムアタックのトロフィーを全部手に入れて、ぶっ飛びパーフェクトトロフィーをゲットしよう。 100% クリアできるかなと。はい、そうですね、まあまだまだやり込み要素たくさんありますよと。これ最初のステージかな。あ、そうだね。はい、というわけで、まあね、クラッシュバンディク4とんでもマルチバース以上になりますと。まあね、さっき言った通りやることはまだまだあるんですが、ちょっとね、私の方の動画はこれにて終了になります。ぜひね、皆さんはね、このタイムラインとか、あとこのステージにあるタイムアタック、ダイヤ集めとか、いろいろやってみてください。もう やり込み要素としてはすげえ難易度高いと思うんだけど、なんだろう、クリアできた時の達成感なかなかなので、ぜひね、その達成感味わってみてください。まあその前にね、私ぐらいのあのいわゆるプレイヤースキルの人だと心折れると思うので、ぜひね頑張ってほしいかなと思います。まあ実際ね、あのさっきのね、コルテックスのステージ、このボスの前のステージね、心もうほぼ折れてたのでいやー辛かったな。でもまあ面白かったですね。まあさすがクラッシュバンディクーといったところでしょう。はい、ということで、ちょっとね、あのスタッフロールの方は左上とかに流してるかどうかちょっとわかんないですけど、あのなんかね、スタッフロール流れてる時の BGM がこうおどろおどろしい感じのがずっと続いてたのでまあどうしようかな、まあちょっと考えておきますね。で、見た目がちょっと待ってね、びっくりマーク出てんな。クリアしたから大怪我。あー、これかわいそうだな。これはできないよ。これオリジナルね。まあね、そうだ、見た目もいっぱいありますんで、まあ解除、各ステージで多分ダイヤ取ればなんかこう解除できるとかだったと思いますんでね、頑張ってみてください皆さんも。はい、ということで、じゃあ以上になります。またね、次回は別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またねー。